初期大吉、アミキシです。はい、ということで今回も動画撮っていくんですけども、今回はレベル16のバルーン最強説っていうことでね、ミラー乾燥させてきました。でこのミラー使ってバルーンね、レベル16のバルーン出して勝っていきたいと思います。で現在1169位いきたいと思います。いやーなんか、強そうっていうか、これ取り直しです。はいなんか最初ボムバルにミラー入れてやって、って感じで微妙でね、なんか納得いかなくて、次ねキョスケバルーン作ってやったんですけど、まあなんかね弱っちくて、最終的にたどり着いたのがこのデッキ。やっぱねレベル16のバルーンを出すってのが目的なんで、もうとりあえずね回転は早めの方がいいなと思って、いやこれスケ、いやいいや、このマースケは痛いけどしゃあなし、バイバイ。さあさあさあ、レベル16のバルーン行くよ。まあ、2倍入ってからかな、さすがに。うわ、なるほど。これ、エリゴレかな？エリゴレは、まあ、ボムタワーあるんで、割とね、抑えれる方、なはず。さあ、これは、ボム置いてあげて、まあ、ワンチャンね、ミラーボムとかあるんで、あー、なるほど。これは、一回寄せてあげて、キングギドラしていきます。さあ、これで、オッケーオッケー。待って、やばい。いや、やばくない。全然やばくない。オッケーオッケーオッケー。いや、悪くない、悪くない。キングギドラってな、あれか、KK さんだ。KK さんの動画で、真似しちゃったわ。やべやべべ。さあさあさあ、これで、許容と。なるほど。え、なんかエリゴレ登場、変わった？今、なんかちょっと違う気したんだけど。まあ、ここはね、一回受け切ります。いや、これマジでさ、これあり？いや、なしだな。いや、ありか。え、普通にでも、ワンチャンいいな。置いとこ。これネタじゃないです、皆さん。皆さん安心してください、これ。あ、やべえやべえ、それやべえ、それやべえ。ちょっと待って、それやべえ。それマジでやべえわ。それせこくね？相手。聞いてないもん、俺。え、待って。ファイボ持ちはさ、さすがに聞いてなくない？ってことで、行ってきます。いや、これもうさ、あれだわ。どうせ、なんか来るんで、もうこのままね、溜めまくって出してあげて、さあ、ライドランチで3体しか当たんないんで、マスケがね、無双と。オッケー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 。いや、悪くない悪くない。で、こっちに出しといて、来たら、え、ガチかそれ。まあ、マスケこっちかな。で、ここは、そうだね、左これもったいないんで、守ってあげて、まあ、ワンチャンね、いらなかった説はあるけど、これあれだな。うわ、そうか。忘れてた。それ忘れてたな。いや、これやばい。さてはやばい、これ。いや、これやばいな。ちょ、待って、早く早く早く。早く早く。エリクサ早く回収して。え、これやばいわ。これ待って、さてはやばい。これマジでやばい、さては。さてはやばすぎる。やばすぎ、やばすぎ、やばすぎ、やばすぎ。痛い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 。ライドルやめろ。オッケーオッケーオッケー。いや、危ねえ。いや、危ねえけど、アウトだ、これ。これ、ちょっと待って。ガチで。いや、でも、行きます。行きます、行きます、行きます。ここ行きます、ここ今。これ、いける、これ、いけるぞ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 、いけ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 、マスク、いけ、マスク、いけ、落とせ、落とせ、落とせ、マスク倒してこい。いや、でかい、でかい、でかい、いいよ、もう一発？はい、はい、はい、はい。なんで入んないの？それ入んないの、やばいって。ここ、相手どうせさ、あれやろ？ダクネしかないんで、今。あ、でも、ファイブあるわ。やべえ！このバルーンシャシャった！これシャシャった！これシャシャリバルーン、シャ、もう言えてない言えてない、シャシャリバルーン出ました。待って、入って、入って頼むから。わあ、やばい！ガチでやばい！ちょっと待って！これ負けたやんけ！これはやばい！これはさすがに守れない。で、攻めます。もう気合で、気合でいきます、気合で。頼む、頼む、バルーン行け、バルーン行け、バルーン行ってこい。バルーン行ってこい、バルーン行ってこい。頼む、頼む、バルーン行け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 。オッケーはい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 。16レベルバルーン最強です。届かなかったけど、まあ、相手にプレッシャーを与えていくと。いや、これ最強デッキです。来ました。うわ、これさっき当たったわ。三振やん。この人なんかもうね、1枚切って速攻ポンポン置いてきてたわ。確か。ずるかったです。ずるかったんで倒したいと思います。これまた来るぞ、ポンプ。来るか来るか来るか。まあ、さっきはね、そのボムバルでミラーに、ボムバルデッキにミラー入れた時に当たったんで、ちょっとね、スケルトンなかったんですけど。さあ、これは、ディガー切ってって、さあ、相手これでね、あ、ポンポン置ける、チャンスだって思ってます、今。相手の気持ち。
さあ行くぞ行くぞ、ミラーディガー行くぞ、ミラーディガー行くぞ。ちょちょ、早く早くポンポ置いて、相手相手ポンポ置いてくれ、頼むから頼むから置いてくれ、頼むから置いてくれ。来た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 、これもう相手びっくり。いやーこれはびっくりでしょ、これびっくりじゃない。30知らせないし、さあミラーのディガーが強い。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ。あー思ったより早く出せるな。ただ2発でかい。さあこれはねボムタワー置いて、まあ、逆サイは適当に受けます。雪玉とかかな。でこっち側にやってあげてって感じかな。待ってこれ痛いな、これ絶対痛いんで雪玉打って。マスケ強くない、それは。マジでマスケ強え。待ってめっちゃ入る、樽欲しいわ。樽ないからめっちゃいかれたけど、まあまあまあとはいえね全然いけるはず。いやーこれどうしよう。いや三重子だよな、また来るよな絶対ここ。いや受けから入ります、一回持って。いやポンプ置いてくれたら美味しいんだけど、ポンプワンチャンさ壊しに行くだけ無駄なのかな、あれってアド取られてんのかな。さあここはボムを置きつつ雪玉でね手前にやって若干ねマスケで処理していきたい。いやそれうまいな相手。右側はフル許容したい。オッケーオッケーオッケー、これフル無視します。いや悪くない悪くない、めっちゃいいめっちゃいい、なんならめっちゃいい。いやこれ単体で飛ばしてこのねマスケを延命します。ここででどうせ三子来るんで三子に対して雪玉打っていきたい。待ってそれやばくね、相手その三重子の位置やばくね。それは絶対やってるんでこっちねまた無視してあげて、いやアイスピだなこれは、アイスピで処理しつつ、さあオッケーオッケーオッケー、美味しい美味しい美味しい。これいやミラー三子あるワンチャン、オッケーオッケーオッケー、それならこっちね行ってあげて、さあここでまさかの16レベルバルーン。さあこれは止まんないでしょ、もう出したいだけだけどこうなったら。さあレベル16のバルーン、気合見せろ気合見せろ、入れてこい入れてこい、うわーでかい、マジででかい。よしよしよし、これで GG ですね。オッケーオッケーオッケー、いやいいねいいね、いや最強ですこのデッキ最強。いやこの人リベンジできたのでかいな。さあ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 、待って強くない、普通に強い。いや毎週いいのはあるけど意外と意外とあり。いやもうマスキが強いからね、でバルーンも強いんでね、言うてタワー入ったらちょうるさいです、ミュートします。おやばいわ、なるほど、なんか来る、何も来ないんでここは、待ってそれやばいわ、うわ何も来ないと思わせてのフリーズうまいな、それは絶対今もう来ないと思って手離しちゃった。さあここはインドラ来るんで、さあ一旦ね右サイド左かに飛ばしていきます。でこれで勘弁してくれよって感じなんですけど、ここはねいやここさワンチャン行きたい、ワンチャン行きたいんだけどちょっとねちょっと怖いんでもう一回受けます。今ワンチャン行ってもよかったけどインドラ入ったら終わっちゃうんでね、これはちょっと難しいところ。さあここマスケミラー行きたいね、ランバーかな。さあババオッケーオッケー、これはマスケミラー出します。でスケで真ん中つって逆バルーンとか来たら、あなるほど、いやまあこれはちょっとうざいんで雪玉打って、まあそれ来てもでフリーズがもしね仮に来てもアイスピ強いんで、このね左のタワーが攻撃するときぐらいでアイスピで固めてあげるとさあいい感じになると。オッケーオッケーオッケー、悪くない。いやこれさどうしようかな、まあマスケから入るのありだな普通に。あでもこれはさすがにマスケから入ります。でここミラーのマスケ出して、いやワンチャンミラーメガナイトとか来るけど、ここねこれ延命したい。うわーそれやばいな。さあいい感じに守ってるけど、うわーそのフリーズうますぎ、うわガチか、そのフリーズマジでうまいな、それはやべえわ、うわそれはやられた、ガチかうまい、それ今のめっちゃうまいな。
うわー、待って待って待って、これやばいなー。今のうまいわ。やっちまった。ここ怖えー。うわー、これえぐいなー。これさすがにやばそう。うわー、待って待って待って、マスケ消えたら俺もう終わっちまう、本当に。ただ、マスケ回すと。オッケーオッケーオッケー。マスケ回ってきたー。これさ、ワンチャン。いやー、こうだな。ミラーでさすがに出したいんですけど、出せない。オッケーオッケーオッケー。これ一発入るんじゃね？入るよね。オッケーオッケーオッケー。でかい。でかすぎでかすぎ。で、フリーズだけ注意して、いや、オッケーオッケーオッケー。え、取りに来る？オッケーオッケーオッケー。いや、これ来た！これは来た、マジで。これはもらいました。これで、もうウィザードね、僕潰せば勝ちなんで、さ、ここはね、全力で。いや、お前かい。さあ、ここはね、ユキラム打ってあげて、さらにもう一回ね、ユキラム打ってあげて、さあ、相手は地獄じゃないか、これは。はい、GG と。いやー、強い。これマジで強いわ。これやばい。最強デッキかもしれない。マジで強くね？さあ、615位。もうちょい行くか。え、これマジで強いわ。これやばいです。最強デッキ作っちゃいました、俺。もうほぼボムバル。え、なんならボムバルじゃねこれ。あれあれ俺、ボムバルの枠変えただけだっけこれ。やばいわ。最強デッキとか言って恥ずかしい。ちょっと待って。え？あ、待って待って。普通に。え、違うよね。あれ何がないの？樽？樽のとこをあれにしてるだっけこれってもしかして。うわ、俺めっちゃ恥ずかしくねこれ。さすがにやばいわ。今もう完全に、あ、違う、アイスピあるもんね。危ね危ね危ね。汗汗汗汗。汗汗と。よしよしよし。いきます。これで、さあ、ホバリング来た。さあ、ホバは、あ、やべ、待って、ずれた。やばい。いやー、もったいねー、これ。このディガーもったいないけど、まあまあまあかな。てか、この位置のボムタワーでロイホグ全部釣れるんだ。知らなかったわ。一体外れちゃうかなと思ったけど。うわー、なるほどね。まあ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 。全然いいです、そんなん。聞きません。え、これ、アイスピ出してもよかったけど。で、これの勝ち方は、バルーンミラーっていうよりは、ディガーをね、ミラーで出してあげれば、相手しんどそう。さあさあさあ、これで、これは許容？おお、許容か、なるほど。さあ、アイスピで削ってって、ここね、ボムタワー。いやー、ディガーだな。ディガー防衛で使ってあげて、今、ボムタワー置かなかったのは、まあ、置いてもいいんですけど、そう、これが来た時に置く。最近に置かなかったのは、あれかな、ホバリングでね、射抜かれちゃうんで、そしたらね、ちょっともったいないっていうか、きついんですよね。これやばい。うわー、これさ、ワンチャン、回んねえかな。うわー、足んないね。これ足んないんで、雪山ミラーで使ってあげて、逆サイドね、攻撃も食らい、もらいつつ、さあさあさあ、悪くない悪くない。オッケーオッケー、マスケめっちゃ入ってるし、まあ結果オーライかな。で、ケツザッピーでしょ？オッケーオッケー。それは、いや、これは、まずさっき言った通りなんですけど、こんな感じでね、ミラーでディガー出してあげます。これが相手多分一番しんどいんで、さあ、これでね、突破してってあげて、いやーなるほどね。なるほどね。はい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 。まあ、ミラーがあるとね、そういう風になりますわ。なるほど。いや、やられたな、それは。ガチでやられたわ。さあ、ここ行きます。飛ばしてあげて、ホバリング来るでしょ？いやー、これ一回受けだな、さすがに。え、待って、入んないんだ。そうか、そうか。入らないと。さあ、ここは、左はね、許容かな。で、マスケ出してあげて、いやー、これ渋いな、ちょっと。あれ？俺の最強デッキが破れちゃう。いや、ガチでだるすぎ、それ。ちょっと待って。やばいやばいやばい。え、シンプルにだるすぎる。いや、これさ、あれだわ。樽欲しいね。めっちゃ樽欲しい。このさ、やつがダメだ。このやつが。こやつがダメ。さあ、ここは釣ってあげて、処理していくけど、いや、きついか。きついな。
いや、きつい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 。いやー、きついマジかマジかいや、あそこの攻め良かったけどな。これちょっとザッピーとかがしんどかった。待てな感じで。いや、もう一戦行っていいですか。いや、もう一回行こう。もう一回行こう。今のは、まあ、ワンチャン勝てそうだけど、ちょっとしんどい。ザッピー処理。いや、相手の檻2枚目、あの、ミラーで檻を置いてきたのが、うまかったな。あれがだるかったっすね。いや、序盤で、いや、割とびっくりミラーバルーン、やっちゃった方がいいかもしれないな。まあまあまあ、切り替えていきましょう。さあ、たる。なるほど。ここは、いやワンチャンあり。うわ、出ました、出ました。若干強化きた、マイティちゃん。まあ、これで逆サイド来るかな、おそらく。まあ、逆サイド来ると思うんで、そうですね。なので、ここディガ出してあげて、さあ、バッカは、かわしていくと。さあ、これはね、ボムターで、ホバーじゃなくて、ムーとか、処理しつつ、さあ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 、これで、これボムター残したいな。オッケー。やっぱアイスピ強いな。アイスピも強化来たんだよね、確か。どんな内容か忘れちゃったんですけど。さあ、飛んでくる。しかし、ここはね、ボムでしっかりと受けてあげて、さあ、ここはマスケでね、回収していきます。若干入っちゃうけど、まあまあまあかな。いや、これ、オッケーオッケーオッケー。これ行きます。これ一回行ってあげて、ミラーじゃないんですけど、攻めてあげてね。さあ、これで、足るかな。うわー、なるほど。いや、ワンチャン倒せ。一体倒せばでかい。いやー、でかい。雪玉欲しい。まあでもこれ、ちょっと入るんじゃない？いやー、マザネクか。ここは、全部ね、ボムタワーで回収します。マザネクも受けれるし、まあ、マスケでもいいんだけど、マスケだとね、ワンチャンマザネクに勝利された時がめんどくさいんで、さあ、これはね、美味しいですね。さあ、またここがね、タイミング見つつ、ボムターが強い。ただね、いや、やっぱ、タル欲しいな。でも、雪玉抜いちゃうと、突破できないんすよね。難しい。どの枠がいらないかな。ISP の、ね、スケもな、いるしな、みたいな。結構ね、むずいっすね。さあ、ここは、逆サイドにマスケ出しといて、さあ、どっちにファイブ打ちますかっていうね、感じでやっていきたいと思います。さあ、そっちに打ってきた。まあ、ここはね、別にかな。いや、悪くないんじゃない？これ。さあ、めちゃくちゃいいんじゃない？めちゃくちゃいい受けしてる。これで、こっち行きます。で、僕は、まあさっきと一緒かな。あー、なるほど。その位置なら、まあでもこれ多分5使ってくるんですけど、これでね、若干突破しにかかる。ドリル来るかな？ですね。いや、このドリルだるいな。さあ、飛んであげて。いや、痛い。いや、強いな。マジで強いな。さあ、ここで、一回ね、ザッピー咲かせて、マザネクか。オッケーオッケーオッケー。これは、作戦通りですね。これで行きたいと思います。え、これ止まんなくない？さすがに。5打ったところで、あー、そっか、それがあんのか。これで5か。いや、いい防衛だな、それ。ただ、ワンチャン？いやー、さすがにか。いや、でもいい。ワンチャンある、ワンチャンある。全然あるですね。ここで、ザッピーをね、処理していきたい、俺は。え、ファイブまだ回んない。いや、ドリルが強いな。いや、ドリル防衛がマジで強いな。いや、これ渋いな。負ける？負けるか、これ。あれ？待って、このデッキ強いはずなんだけど。ここは、気合のね、てんこ盛りでいきます。やばい。頼む。どっちか入って、どっちか入って、頼むから。頼むから、どっちか入って。マジで頼む。いけ。いや、でも、ディガーが削って、GG と、強いです。はい。16レベルバルーン、やっぱり最強でした。ということでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。まあ、若干、いや、6級行こう !6 級行きたい。ラストにします、これ。本当にラスト。もう楽しいわ。最近ね、動画楽しいんですよ。申し訳ないです、長くて。いや、これ、いいな。このデッキ、いいです。ほぼボムバルだけど、やっぱ16レベ、熱いな。
めちゃくちゃ強いな。今の勝てたの熱いね。さあ、スケ切って、どうしよっかな。ポム構えつつ、マスケ、動いてこない。いや、本当はね、初手バルーンとか、まあ、ミラーあるからこそやっても良さそうだけど、うわー、ネクロかー。ネクロ系ってなんかもうスケラとかなイメージ強くて、タル欲しいんだよね。さあ、これで、いやー、まあ、スケラっすね、これは、おそらく。で、インドラかな。なので、アイスピだけ追加。さあ、インドラも来ない。うわー、なるほど。フルシカト。うわー、えぐい。これでスケラ撃たれる。お、これはスケラなさそう。いやー、でもこれ守れないなー。これ守れないんで。まあ、適当に許容しつつ、守れたら美味しいなーぐらいで。いやー、ミニペが、マスケが処理されちゃったけど、まあ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 。いやー、なるほどね。そういう感じか。若干後取られてるね。いやー、やりすぎたかな。アイスピー行かなければ、もうちょい、ワンチャン守れたかなぐらいかな。でもこれさ、マジで、ネクロやばいんすよね。タル欲しすぎ。さあ、ここは、これでね、処理してあげて。待って、やばい。キングがやばい。マジでやばい。キングやばい。キングやばい。ちょ、ネクロ強すぎ、ネクロ強すぎ。え？これもう終わった。あー！もうダメだ。ダメだ。ネクロ強い！ネクロが強すぎるです。これは。これはもうダメです。はい。ネクロマンサーにこのデッキは弱い。はい。タルババ欲しすぎ。ってな感じで。なんか微妙でしたね。まあ、16レベルのバルーンは強いけど、デッキがね、あんまり強くなかった。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。まあ、今日はちょっと緩いっていうか、ネタ系の動画久々に撮ったんですけど。まあね、他にも見たい動画とかあれば教えてくれたら嬉しいです。コメント欄とかで。ということで、ご視聴ありがとうございました。この動画良かったらチャンネル登録と高評価、あとコメントお待ちしております。ということで、バイバイ。